毎朝、今日も頑張ってね。まずはお店の場所をチェック。真岡街道江光寺前を東へ走行中。しばらく道なりです。栃木県立宇都宮東高等学校を過ぎるともうすぐです。到着しました。外観も店内もおしゃれだ。全席個室になっているのが個人的嬉しいポイント。ご注文は券売機からお願いします。メニューはこちら。小ラーメン950円からどうぞ。トッピングはスタッフさんに食券を渡すタイミングで伝えます。ラーメン、麺 300g、1000円。まずは、ラーメン、麺 300g を注文。山盛り野菜に豚が2枚。トッピングは全部普通にしました。ジャンクス初めての一杯。めちゃくちゃ楽しみ。小混ぜそば、麺 200g、1000円。続いて、小混ぜそば、麺 200g をチョイス。こちらも熱々で提供。トッピングは普通で。小でも普通のラーメンの約 1.5 倍の量らしいです。
ちゃくちゃうまいぞ。これ、ガツンとニンニク。わしわし太麺も食べ応え抜群。たまらん。濃いめの醤油だね。ごくごくいけちゃうわ。とにかくニンニクのパンチがすげえ。これはやみつきになる。大きい豚2枚の他にもゴロゴロ入ってる。ホロホロだけどしっかりした部位もあり、油がとろける。同行者さんからのお裾分けをいただきます。混ぜそばも中毒性のあるうまさ。こちらは武士が強め。チーズのまろやかさもあって反則9人目。本日は宇都宮市下栗町にあるラーメンジャンクスさんをご紹介しました。ジャンクスさん、めちゃくちゃうまかった。皆さんがおすすめしてくれたわけがわかりました。皆さんもぜひ食べに行ってみてください。